レオハート・フックス、レオンハルト・フックスは、ドイツの維持、植物学者である。オットー・ブルンフェルス、ヒエロニムス・ボックと共に、ドイツ植物学の父の一人とされる。50冊を超える著書があり、その大半は、医学書であるが、植物の分野でも、本草書、植物史で知られる。赤羽中の低木フクシアは、フックスにちなんで命名された。ババリアのベムディングの資産家の家に生まれた。 1517年16歳でエルフルト大学の学士号を取得。1521年にインゴルシュタット大学で文学修士となり、1524年に医学博士号を取得。1524年から1526年までミュンヘーンで医者を開業した後、インゴルシュタットの医学の教師となった。1528年から1531年の間は、 ブランデンブルク辺教博の辞位を務めた。1553年に中ビンゲン大学に招かれ、医学部の教授として、理論、解剖学、医療植物学を教え、薬草園を作った。13年間中ビンゲン大学で働き、七度学長を務めた。ヨーロッパの植物学では、ディオスコリですら、古代ギリシャローマの古典が1500年以上、絶対視されており、また、 薬草以外の植物が注目されることはなかった。しかし、フェラーラ大学教授、ニッコロ・レオニチェーノが、1492年に、ダイプリニウス及びその他の大部分の統計家の医学上の誤りについてを発表し、古代の植物学の権威は揺らぎ始めていた。フックスの植物研究は、このような変革の影響を受けて行われた。同時代のドイツでは、オットー・ブルンヘルス、 ヒエロニムス・ボックラが先人を切っており、フックスを含めた3人が、ドイツ植物学の父と呼ばれているが、特に、フックスの研究が、ルネサンス期後半の植物研究に影響を与えた。1542年の、本草書、植物史で、フックスは植物について簡潔に説明し、ディオスコリデス、プリニウス、ガレノスなど、ギリシャローマの古典によりながら、薬効を説明し、 どんな病気に効くか記した。また、植物の形態に注目して、薬草以外の植物も取り上げ、植物学の確立に貢献した。植物詩は、ドイツ産の植物約400種と、外国産の植物約100種が掲載された。そのうち、約40種は書出で、トウモロコシやトマトなど、アメリカ原産の植物も5種収録されている。ラテン語と数カ国語の植物名。 形態、産地、最終最適時期、気質、古代の文献に書かれた薬効が記載された。植物の説明は簡潔すぎることも多く、ディオスコリデスの薬物史そのままの内容も多かった。難しい専門用語の意味を一覧にしたが、これは初めての植物用語会だった。植物の図版は職人のアルブレヒト・メイヤーとハインリヒ・フィルマウラー。 木版彫刻師のバイドルドルフ・スペクルらが作成した美しい木版画で512枚が添付されてその後の植物詞のスタイルのモデルとなった図版は空想や転写によらず実際の植物をもとに制作されたまた当時の本草書では画家が勝手に絵を変更し実際役に立たないことが多くあったためフックスはそうした改変がないように目を光らせて 画家に細かい指示を与えた。図版がその植物の典型的な姿になるよう注意し、見本に特有の特徴は排除した。また、実際に見極めるときに役立つよう、一本の植物に花と果実を一緒に描かせることもあった。ディオスコリデスの薬物誌に掲載された植物の名称は、古代と当時のドイツで異なることが多々あり、実用的な本草書、フックスは、 薬物師の植物が正確にどれなのか確定し、古代ギリシャローマの植物名を定着させようとしたが、ドイツから出たことがなく、ギリシャの植物を直接見たことがなかったため、研究は順調とはいかなかった。フックスの努力と多少の幸運もあり、大半の植物を確認した。植物誌観光後、フックスはドイツ語訳、フランス語訳を出版し、さらなる研究を進めた。 植物史増法版のために原稿を書きため、その図版は400を超えていたが、出版業者がなくなり、高価な本草書の出版を引き受ける業者は現れなかった。1566年にフックスは亡くなり、後には原稿が残された。フォンサックス、ジュリウス・ガーンジー、ヘンリー・イニカイ、ヒストリー・オブ・ボタニー、オックスフォード・アット・ザクラ・レンドン・プレス、P13 ・バインズ、シドニー・ハワード。 ロバート・モリソン 1620-1683& ジョン・レイ1627705イン・オリバーフランシス・ウォールメーカーズ・オブ・ブリティッシュ・ボタニーケンブリッジ・ユニバーシティ・プレス PQABC 新指定基調書及び準基調書について第35回基調書通して委員会国立国会図書館 ABCDEFGH ロバート・ハクスリーチョ植松康親役。 西洋博物学者列伝アリストテレスからダーウィンまで、有書館、2009年、ブックオブザウィーク、デイストリアスターパブムコマンテリーインジグニツ、ユニバーシティオブユタ、2013年10月1日、閲覧。新指定基調書及び準基調書について第36回基調書等。 指定委員会国立国会図書館 http コロンスラッシュスラッシュ kajitsudo.jp スラッシュ wotcut%20 にテールフックスフックス %20 音源ンントロスト %20html ハットタウントルコンディアムオブレアブックス ATTP481909 ウィキスピーシーズには レオンファルトフックスに関する情報があります。エルフックスは植物の学名で命名者を示す場合にレオンファルトフックスを示すのに使われる。ありがとうございます。